えー、橋本です。よろしくお願いします。えー、今回の動画は、えー、私の、えー、このなんていうのかな、アセンションに向けての師匠の中のお一人で、えー、三味一体波動向上さんという方のお話をします。えっ、ー、とね、あくまでも、 えー、YouTube でしか私は触れてないんです。で、えー、定期的にねずーっと YouTube でね発信してないんです不思議な人で。で、えー、たまにブログとかね、えー、僕チェックとかもいつもしてるんですけれども実際に会ったりとか、えー、電話でお話をしたりとかそういったことは一切あのしたことがないかと。 でえー、何度か、あのー、YouTube を見てはその概要欄に感想を書いてそしてできたら会いに行きたいんだとかね、えーあのー、そういったことをちょっと、あのー、投稿もしてみたんだけどその辺全部スルーされました。<laughs> だけど僕ねとてもしっくりくる方なんでねこのあの 本名知らないの、本名は。三味一体波動向上さんっていうことなんですよ。ねああ。波動向上、なんかね、その後も続くんだけど、まあその辺まで書けば大体出てくる。うん、そういう方なんです。で、私が初めてこの方の YouTube を見たのが、2年半前ぐらいかな。大統領 アメリカの大統領選挙が終わったのが11月でしょその年末だから12月ぐらいからかなで当時は3日に1回ぐらいかな ?2 日にいっぺんだったかな頻繁に動画アップしてただから楽しくて楽しみでずっと見てたこの方の話でまるっきし今の僕と同じ世界観を持てたうんだから この人の話聞いたときに、あ僕がやってきていること、僕が今やろうとしていること、魂の向上、ね、ご次元式に波動を上げる、このことは最終的には内観、もう自分自身で内観、そして先進、ね、これをやるしかないんだっていうふうに、本当にね、腑に落としてくれた。そういう素晴らしい私にとっての、ね、 5次元のお師匠さんなんなです、ね、でまた今日ふっと何ヶ月ぶりかで動画がアップされてて、うん、思わず見させてもらいました <laughs> 相変わらず面白い,、うん、面白いこのね自分のエゴとか自我とかをね,ねうんこって言うんだよ「<laughs> うんこ」で話すの「このうんこが」とか言ってもう アセンシするのにこのうんこが邪魔なのにみんなこのうんこいつまでも引きずってんだよ入会でんだよとか言っちゃってさ <laughs> 例え話が最高なのねこのね、えー、三位一体波動工場さんの話ちょっとしていこうと思いますね、うん、本当の幸せはもう外にはないんだよ、ね、うん、どっかね旅行行こうが、ね、どっかね酒飲んで ね、その場を楽しもうがね友達と何か何あのいろんな話をしようがねそんなところには本物の本当の幸せなんてないんだって言ってるわけ全部自分の内側心全部自分の内側内側だよって内側だよって普段僕が言ってる話と全く同じなの全く一緒それを、えー、面白おかしくね、うん、あの 動画でねいよでねであのいくつかあったんだけど今日も1時間ぐらいずっと喋ってるのずっと聞いてたんだけどまあ話が長いからねほんの一部だけちょっと紹介するんだけどでとにかく、えー、本当の幸せそれから、えー、無償の愛ね僕常々言う愛のダダ漏れとかって言うんだけどこれをやるのは、ね、これを体現するのは 本当に自分のの。内側をね、見るだけなのずっとで。自分に持っている、ね、固く握りしめているエゴ、自我、ね、それから欲、ね、こういったものを全部手放すの。手放すんだよ。手離すんだよ。だけどね、この手がね、離せないんだよ、いつまでたっても。ね、仕事がーとか、お金がとか、ねうん、人間関係がとか。 こんなこと言ったら嫌われるからさあとかさ、ね、どうでもいいっんなの全部手放せって言って、ね、これを、えー、自分の心の中がゴミ屋敷って言ってたよ <laughs> ゴミ屋敷、ねうん、それでね、えー、自分面白いよ自分の動画を、ね、自分が小学生の時に見たかったって言ってんの 分かる自分今喋ってるのその三に一体三がねすんごいこと喋ってるね幸せの報告はこれしかないってそれを自分で自分の動画を見てるのかな僕と一緒かもしんない僕も必ず見るんだけど自分の動画ね何喋ったかってだけどこの喋ってる内容を自分が小学生の頃、ね、の低学年もしくはその前に このことを、ね、この動画を見ていたかったって本人が言ってるの。面白いね。うん、で、実は、この境地も全く僕一緒。本当にこれを、小学校の頃や幼稚園の頃、こんなことを本当に知ってたら、親に教えてもらってたら、こんなに最高なことはないなって、本当に思ってた。で、今も思ってる。 ただね、だからといって、親父、ね、なんで教えてくれなかったんだよとか、おふくろ、なんでね、こんなね、心理をね、ちゃんと僕にね、教えてくれなかったっていうね、そういう怒りとかね、不満とか、そういうことは全くないよ。本当にありがとうございましたって。本当にお父さん、お母さん、いろいろお世話になりました。ありがとうございますって。今生まれ変わったのかな、どこにいるのかなとかね。 そんなことを思いながら常に瞑想してあの意,識、ね、意識を飛ばしてます。えー、それでね、えー、もうね、その動画の中でほとんどがうんかうんかって言ってるんだけど、ね、これはね、もう絶対、もう絶対、絶対的な法則なんだって言ってるわけ。うんねでえーこれ いつも動画が似たような内容に最終的に言っちゃうんだけれども、ね。僕いろんな、その、なんだろう、マスターとか、あの、話、例えでいろいろ言うんだけど、もうね、最終的にはね、みんな同じことしか言ってないよ。同じ。多少の、ね、表現の違いはあれども、ね。だけど、幸せになるためには、 ね、輪廻転生を終わらせるためには、五次元の世界に行くためには、アセンションの世界の星に自分が行きたいんであればだよ。あればだよ。うん、これしかないよって、うんね。自分の内側を徹底的に見て、自分の内側にある、ね、汚いもの、ゴミ、ね、粗大ゴミから、生ゴミから、プラスチックゴミから。もう にこれを全部吐き出せって言ってるわけ全部捨てろどうでもいいそしてとにかくきれいにする綺麗にねその作業をやるしかないんだよでねやるのはやっぱり自分で自分のことやるしかない誰も手伝ってくれないし誰もそこには介入できないで、えー、そのさっきはね あの霊能者ののの先進の話もしましまで今回は三味一体三の、えー、ご紹介も兼ねてお話をしました。で過去動画では並木さんの統合の話もしてます。それから、えー、もう亡くなられた小林星華さんのお話もしてます。他の人の話もいっぱいしてるんですけどねパラマンサ・ヨガナンダさんってこの亡くなった方の話もしてますけれど。 全部一緒。全部一緒だよ。同じだよ、うん。で、今僕のこの話を聞いて腹が立つとか、最後まで動画が聞けないとか見れないとか、ね、それも自由だよ。うん、でも、それは、ね、ここが、エゴとか自我が、ね、もう橋本の動画見ちゃダメだぞとか、イライラするようなもの見ちゃダメだぞとう間違ったこと言ってるぞとかって。で勝手にそうやって、えっと、 本質にあの向き合えないように向き合えないように自分自身の自後、映画がね何て言うかこう,ないようにさせるんだよ。うん、でも,もう大丈夫僕もそれを散々やってきたから散々やってきたからあのそういう境地にいる人の気持ちもよくわかる <laughs> なので今回はちょっと三味一体三っていうね面白い えともしよかったらねあの動画あのー、検索して,てください。三密一体波動工場アセンション、まあ、でもねここら辺まで打ち込んで動画の何あの,ー、何あの検索かければもう絶対出てくるから、うん、面白い人だよなんかね半分チャネリングして宇宙さんから更新をしてその 思いついたまんまをなんかねこうまたフーって喋ってるっていうようなねそういう雰囲気があるよ。うん、僕は大好き。うんうん、で、えっと、この波動その三位一体さんをあの共有している近くのママさんなんかもいらっしゃってねいつもこの話をこうあの2人が会った時には「面白かったねあの時の動画ね」とか言いながらねあの 笑いながら話できる、そういう仲間もできました。い、ねまあ、ったいそんなところで、えー、よかったら、あのその三味一体さんの動画検索して、えー、ご覧になってみてください。ありがとうございます。